ESD。 それは未来を作る人づくり。みんなで一緒に ESD について学んでいきましょう。みんな、このマークを見たことあるかな？これは SDGs といって、2030年までに全世界で取り組んでいくべき世界をより良くするための17の目標を表しているんだ。岡山市は全国に93ある SDGs 未来都市の一つ。8月には SDGs 未来都市推進事業として普及啓発イベントが開かれたよ。持続可能な社会づくりやですね、SDGs について、知ってもらうことが目的となります。自然の恵みやですね、自然に優しい買い物、これを皆さんで考えてもらえたらと思っています。会場では新型コロナウイルス感染拡大対策をした上で、 SDGs に関するステージイベントや地球に優しい商品について答えるお買い物クイズラリーが行われたんだ。楽しかった。ちょっとゴミをまあ減らしてみたりとか、エコバッグの活用をどんどんしていこうと思いました。岡山市出身のタレント藤原しおりさんによる SDGs トークショーも行われたよ。 SDGs に興味を持ったきっかけっていうのは何があったんですか？もう遡れば本当小学生ぐらいなんですけど、もう私が地球を守らないと誰が守るぐらいになっちゃって、そこからもうはい、皆さん裏が使える紙は私のところに持ってきてくださいとか、もう水の出しっぱなしダメとか、ちっちゃいことをめちゃくちゃやってたんです。本当にもうその頃はなんか節約さんっていうなんかニックネームがついてる。そうでしょ。みんながこうエコバッグを持つとかいう時代になったのが嬉しくて、だから私はこう SDGs のことに関してはなんかもう今がチャンスだじゃないですけど、なんかあの時封印した気持ちを今ここで爆発させようじゃないですか。生かせるぞと、あの気持ちがここでまた中学校の時に封印した気持ちが今そうここに来てます。すごいですね、はい、みんな一人一人の小さなことが、一人一人が考え方が変われば本当に大きな力になるんだなって私は思ってます。高校生による SDGs の取り組み発表も行われたぞ。環境にも配慮したいと思います。12の作る責任、使う責任、13の気候変動に具体的な対策をに取り組みました。廃盤になった制服の布地を使用し、1着で2着の役割を持つポンチョを企画しました。裏はウィンドブレーカーの素材でリバーシブルで作っているため、災害の際には裏返し、雨具や防災頭巾として使用できます。制服の廃材っていうのが考えてたよりいっぱい出てることを知って、出さないようにする努力と、出てしまった時にそれをうまく活用する努力をして広げていきたいなと思ってます。今後制服の残布を使った商品をたくさん考えているので、企業さんと打ち合わせをして商品化を目指して頑張っていきたいと思います。僕たちは県北の津山で月に1、2回土曜日の、このほか子どもエコクラブの活動発表や持続可能な商品展示などもあったのよ。みんなで楽しみながら SDGs について学んだようだね。私たち行政だけではなくてですね、市民の皆さんが SDGs をもっとよく理解していただいて、それを目標に向かってですね、行動していくことが本当に社会全体を良くしていく、そういうことにつながっていくと思います。 SDGs についてはウェブサイト岡山 ESD ナビで紹介しているよ。みんなも一緒に取り組もう。詳しくは岡山 ESD ナビで検索。